男女厚男のリアルな話、リアル談話。はい、こんにちは、男児の厚男でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、 YouTube の方でもご案内させていただきましたし、そして Instagram のストーリー、そして記事の方でもご案内させていただいておりますが、いよいよ男児の焚き火台が完成しまして、手元に届きました。いやー、すごいものができちゃったよ。ということで、せっかくですので、もう目の前にあるわけですから、私がなぜこの焚き火台を作り、そしてなぜ皆さんに買っていただこうかと思っていたり、そしてこの焚き火台がどれだけの性能と良さがあるのかというものを、いわゆるその焚き火台の、この焚き火台の特徴を含めてですね、皆さんにリアルにライブでお伝えしちゃおうというライブでございます。今日はですね、このライブをご覧いただいた方、そして何日までに買っていただいた方だけの特典もつけちゃう先行予約ライブにさせていただきたいと思います。私、ジャパネット男児でございますのでこの期間に買っていただいた方が間違いなく、金額的にも、そして他の内容においても、とてもお得感が出るライブとなりますので、ぜひ聞いていってくださいだと確信を持っておりますので、それをとにかくお伝えいたします。皆さんにもそう思っていただけるように頑張ってこのライブやっていきたいと思います。ある意味ではプロモーションライブというか、皆さんの前でこの焚き火台のプロ、プレゼンテーションをさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速やっていきましょうかね。はい、じゃあ音楽消して、はい、ちょっと、レレさん、ワクワクドキドキありがとうございます。やりますよ。和幸さん、こんばんは、いつも楽しみありがとうございます。男児の厚男と申します。湯けむりよちゃさん、わーわー楽しみ、行きましょうよ。みかんさん、こんばんは。旦那への、プッシュになる売りトークお願いします。お任せください、ジャパネット男児にお任せください。はい、ご主人さん、はい、後ろに焚き火台を用意してございますので、ちょっと珍しいですよ、私のライブで後ろちょっと場所変えますよ。はい、後ろに焚き火台を用意してございますので、ちょっと珍しいですよ、私のライブで後ろを映すことあんまりないんですが、こんな感じでいきましょうか。こうしてだな、こうしましょう。はい、まずですね、この焚き火台の特徴、以前もですね、YouTube の動画にも上げさせていただきましたし、 Instagram の方でも動画でお伝えさせていただきました。この焚き火台を作るにあたって4つの特徴というものがございます。見てください。まずですね、ここに焚き火台のパーツがあります。見ていただきますと、お分かりの通りですね、全部が平らなんですよ、ぺったんこなんです。はい、1,2,3,4,5,6,7 7パーツここにまずございます。はい、すべてぺったんこ。ぺったんこということは、つまり重ねていけばこんなに薄く収納ができちゃうということでございます。もちろんバイクとかだとね、もしかしたら重いかもしれません。まあ先に言っちゃいますけど、とても頑丈な作りにもしましたから、これ重さが約6キロありますよ。ちょっとした筋肉運動をできるマシンでございますしかしながら薄く収納できて、全てが平面です。ぺったんこであること、そして
他のよくある焚き火台と違って曲線とかネジで止まってる部分がないので壊れるということが根本的にありません。こういう作りが一つ特徴でございます。はい。そして今途中で申し上げました焚き火という焚き火台というものは根本的にとてもハードな使い方をする。ハードな使い方をするということは、まあ当然キャンプですから火を燃やすわけですよ、この中で。ですから薄っぺらい焚き火台いっぱいありますよね、世の中に。あれだとやっぱり使っていくうちに早く歪んでったりしちゃうじゃないですか。そうするともともと安いんだけど何度も買い替えたり結局曲がっていっちゃってこれなんかぐちゃぐちゃ、これぐにゃぐにゃになっちゃうと。私も今まで経験ありますけれども。そういうことがあります。なので、とにかく焚き火台は頑丈でなければいけないと。私はそうあるべきだと思っています。つまり、ハードなのに軽量を目指したり、ハードな使い方をするのに軽量を目指したりすると、どうしても薄くなって曲がるわけですよ。ちょっと矛盾してますよね。だから私はとにかくこの、頑丈なものであることが大事だと思っております。はい。そして皆さん見てくださいよ、これね、鉄板なんです。鉄板、鉄板製ですよ。ちょっと黒いでしょ、黒い感じの鉄板、まあ、だから重いんですけど、これ鉄板だからこそ強いんですよ。強度がある。そしてこの強度で、はい、先ほどもインスタでご紹介させていただきましたが、これ見てください、この厚み。わかります？これ。3ミリあるんですよ。実寸では 3.2 ミリもあります。しかもそれが、全パーツですよ。全パーツ 3.2 ミリあるんです。めちゃくちゃコストかかってるでしょ？これ普通に売ってる鉄板で、この大きさ作ったらどれだけのコストかかると思ってます？すごいでしょこれ、半端ないでしょこれ。はい。とにかく 3.2 ミリ厚ですよ。これは強度ありますよ。はい。そしてそしてこれ見てください、長方形ね、長方形なんです。長さがなんとなんと横の長さを47.5センチに設定しました。そして組み立てた時に奥行きはですね、まあ後で組み立てますけど30センチにしました。つまり長方形なんですよ。高さは約23センチございます。なんで長方形で 47.5 センチにしたかと言いますと、皆さんキャンパーの方だったらお分かりになりますよね。キャンプ場に行くと一般的な薪の長さってあるじゃないですか。だいたい35センチから45センチぐらいの間だと思いますよ。仮に焚き火台が30センチ30センチしかないもの、結構ありますよね、ちっちゃいもの、薪よりも長さがないものだと薪を切ったりしませんか？切らなかったら入らないサイズって多いですよね。私も昔切ってたことがありました。でもね、キャンプを始めた時に私はノコギリを買ったんですよ。2個買ったかな。でも今やノコギリなんて使ってません。それはなぜならば、あんなに薪を切るということが大変だということを知ったということと、めんどくさいでしょ切るの。あとバトニングという技術を身につければ、まあ薪のね35から45ぐらいのやつは切らなくたってバトニングして細くすれば折れるわけですよ。つまりノコギリで切る必要なんてなくなったんですよね、技術的にも。あとは焚き火台がある程度大きくなってくれば、あ、切らなくていいんだなって思い始めるわけですよ。でも世の中の焚き火台というのはほとんどが横のサイズがそんなにありません。なのでもういいじゃん、薪が入る
横の長さあれはええやんっていうことで 47.5 センチもの長さを初めから作っちゃえばいいじゃんということでこのサイズ感になったということでございます。特徴いろいろあってすごいでしょ。まず長さが 47.5 センチ、奥行き30センチもある大きい焚き火台であること、そして鉄板製で厚みが 3.2 ミリ、全パーツ 3.2 ミリもある頑丈さですよ。はい。そしてこの全てが組み立て式でございますので、ぺったんこであること、ぺったんこであれば薄く重ねて収納することができる、全部ですね、ということでございます。そして組み立て式にしたことによって、どこかがでネジがあったり、はい、しちゃうと壊れた時にそこが歪んだり取れたりすることがあるでしょ。それがないということでございます。はい、ということで早速これを組み立ててみますよ。はい、行きましょうか。組み立て時間は、私今日来たばっかり、この商品が届いたばっかりですので、まだ慣れてませんが、おそらく1分程度あれば設置できてしまう、組み立てられる簡単さです。行きましょう。まずね、これは最後にやりますので、これはね、最後の隅受けなんです。これはちょっとこっちに置いておきましょう。そしてこちらは五徳でございます。はい、五徳付きですよ。はい、行きましょう。そしたらここのパーツ、この一番大きくて長いパーツと、ここ足の部分になるパーツが2つしかありません。すごいですよ皆さん。行きますよ。まずはこれ、この横のねパーツにこれをですよ、ここ切れ込みあるでしょ、切れ込みがありますから、ここにこのように刺します。刺しましたよ。そしてこちらを同じようにこの切れ込みに刺しました。この焚き火台の強さはここから分かります。まだこっちしか刺してないですよ。なのにもう自立します。すでにこの状態で自立がしちゃってます。倒れませんよ。もうこの状態自立してます。そうしましたらこっちから同じようにここにこう、ここに完成完成ですよ。はい、そうしましたらちょっとこれこっち持ってこようか。こういう状態になりましたよ。そしたら先ほどのこの隅受けをここに、ここにも溝がありますんで、ここにはめるだけ、終わり。これだけです。わかります？すごい構造でしょ。そしてだよ、ここに専用の、はい、五徳がございますので、これをだな、ここに、ちょっと待って、ここにだな、ここね、切れ込みが1、2、こっちにも3、そして4あります。だから、例えばですけど、この五徳だけで行きたいんだったら、ここにこれを刺すだけ。そして、ここにもこれを刺すだけ。ここで、フライパンかなんか置いて、はい、または幅がありすぎるんだったら皆さんお持ちの別の五徳を置けばいいでしょ、網とか。これだけ、もちろん幅を取りたかったらこの一番こっち側、もちろんこれだったらこの幅でもいいわけですよ。もっと広げたかったら今度は逆にこっち側、一番外にやればいいってこと。すごくない？ちょっと全体をお見せしましょうか。全体をね、そうだよ、行くぞ。ほら、今こんな感じですよ。かっこいいでしょ、これ。どうよ。最高でしょ、これ。まあ、こういうことですね。
私慣れてないですけど、多分今1分かかりませんでしたね。はい、こんな感じでございます。皆さん、これね、私ね、これを今日いただいてですね、思ったんですよ。確かに長さもある、奥行きも30センチもあるけど、意外と深さがないんじゃないのと、なんとなく思ったんですよ。深さが意外とないよね。この五徳の位置に対してここ下までの幅が意外とないから、確かに薪は入れられるんだけど、いわゆる置き火にしてからじゃないと、まあ普通は置き火にするんだけど、置き火にしてから、または炭とかねでじゃないとちょっとやりづらいんじゃないのと私は思いました。リアルなキャンパーとしてここの位置だとね、この五徳がね。なので業者さんに相談しましたよ。相談しちゃいました。はい、これもしかしたらあれがあったらめちゃくちゃ便利なんじゃないの、これ解消できんじゃないのということで、はい、そうしましたら、ザザンザザン、つまりさっきのこのごとくですよね。これよりも背の高いごとくをつけていただくことになりました。すごくない？そうするとそうするとだな、そうするとさ、さっきの位置だと、これ見えますか？さっきの位置だと こんなもんなんですよ。高さがあんまりないわけだから、置き火になればもちろんこれぐらいの高さ十分なわけですよ。最高なんだけど、置き火にならずにほらもうボン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 料理してんだよっていう人がいたとした時に、これだとさ低いから、こっちを使えばほらほら、ここの高さが出るじゃないの。そうすればここでもう料理始まっちゃうんだよね。すごくないこれこれももちろん 3.2 ミリあるんですよ。極太の五徳ですよ。つまり五徳が低いバージョン、低いバージョンってのは要は火が置き火になった時に使うやつね。低く、こっちは火がちょっとまだ強い時にさ、この高さがあればさ最高なわけさ。だからこれもつけちゃうよということでございますよ。なのでパーツ数は1、2、これね、ついちゃうやつ、高い五徳が2枚、小さい五徳が2枚、4でしょ。それでじゃあこれ、じゃあ崩しましょうか。今からあっていいんですよ、ほら、あ、これ真ん中取っちゃったけど、3、あ、これで5か、5、これはあの墨受けね、5で6でしょ。でさ、これじゃん7、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚全部ぺったんこ、すごいでしょこれこんな焚き火台なかったよおいと私はリアルなキャンパーとして思っております。あの五徳をの高さを変え、自立式の五徳がある、高さが違うことによって薪を多くやりたい、低くもやれる、こういうのってなかったよね。うん、私みたいにまあダンベルのあれを置いたりね、その上にまあ別のあの五徳を置いたりとかで高さ調整を微妙にできるものはあったけど、こういうのはなかったです。はい、そんな感じ。そしてまあ見ていただければわかりますけど、ちょっと黒光りしてるんだよこれ。これがまたいいのさ。あのステンレスみたいな色のってさ、ちょっとさありがちだしさ、なんか汚れて、ほらなんかちょっと汚れた時にもさ変な色になるじゃない。
これもともとこう黒くいぶしてあるわけよ、色がさ。これ最高でしょこれ。うん、まあそんな感じの焚き火台でございますよ。はい、ということで、ということでさ、もう一度ちょっと組み立てようか、最後だから、せっかくだから、ちょっと練習ね、練習やりますよ、せっかくから。行きますよ、行きますよ。はい、行きましょう。したら、はい、よーい、スタート。タタ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 。はい、じゃあ大きいのやってみようか。ごとくをこうやってあそこで、はいはい、出来上がり。どうですか素晴らしい、素晴らしいでございますよ。はい、そしてだな、そしてだな、はい、ここに、ここにですよ、ちょっとカメラの位置変えますけど、はい、男児の、はい、マークと、はい、男児のロゴが入っておりますので、はい、中で火を燃やしていただきますと、夜はここから火の光が、はい、見えるという感じでございます。はい、そんな焚き火台が男児の焚き火台でございます。はい、もう一度言います。横は、横の幅が 47.5 センチ、ここ組み立てた時のこの幅が30センチ、高さは約23センチございます。すごいよ、厚みが 3.2 ミリもあります。こんな焚き火ないぜ。ねえ、これまあだから焚き火界のさ、何これ、戦車だよね、装甲車だよね、これね、すごいと思うわこれ。もしよろしければお買い上げいただければと思います。で、これからだよ。値段を言うのはこれからでございますよ。はい。行きましょう、行きましょう。ちょっと戻りましょうね。行きましょうよ。行きますよ。はい。今日は酒飲んでないよ。酒飲んでないからね。はい。ということで、金額。これね。商売というものは、ちゃんとこれを計算しないとですね、たとえたくさん売れたとしても何の意味もない。つまり私はこれを別にですね、ボランティアでやってるつもりはございません。当然皆さんに買っていただいて、私も利益をある程度いただいて、で、特にこれを作っていただいている業者さんに、多くの方にそれ、これを手にしていただいて、その方々に、その業者さんに僕は、とにかく前から言ってますけど、恩返ししたいんですよね。で、僕自身もこれで上がるからさ、気分が上がるから。で、皆さんにとっても、この焚き火台を使うことによって、少なくとも、すぐに壊れない焚き火台ですから。はい。ぜひね、お手にしていただいて、まあ、気分を上げていただきたいと思っております。はい。で、お値段については、高い安いは皆さん次第ですので、それがもう値段的に高いっていう方にはね、もうダメなんだけど、値段を発表したいと思います。価格以上の価値になると思う金額です。はい。これね、一番考えなきゃいけなかったことは、実は、まずこれだけの大きさで重みがあるので、送料がそこそこします。送料がかかる。そして、まあ、できれば男児と言ったら送料込み、そして消費税込みというのが私のモットーであり、で、さらに言うと、今ですね、発送するための段ボールとかも作らなきゃいけないとか、いろいろございます。はい。なので、結構コストかかるわけだよ。販売するって大変なわけ、こういうものってさ。なので、まあ、これぐらいの値段だったらいけるだろうというギリギリのラインを出させていただきました。
で、まずは今日はですね、先行販売でお安くなっちゃう、期間限定でお安くなっちゃう金額を申し上げますが、それ以降の方は定価になります。まあ、定価というのは要は、通常価格になります。その通常価格はドルル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 19,800 円でも高いなと思う方はちょっと本当申し訳ございません。これは、安い、焚き火台いっぱいありますので、そちらをお買い求めいただければと思います。で、今回は、定価ではなくて、期間を購入させていただこうと思っております。今日から、ちょっと短いかもしれないけれども、7月の7月の10日までに、もう買っていただけるという方で、銀行振込前払いにしていただける方、つまりもう払ってもいただける方、7月10日までに、その方については金額をもうちょっと下げたいと思います。先行販売ということで、その金額はバルドルル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 ルもうこれはもうノリですね。7月10日までに、男児の焚き火台が欲しいと、いうことで、いつもの T シャツ買っていただく形で同じなんですが、ダイレクトメールで私宛にお名前、郵便番号、ご住所、電話番号を送っていただいた方には、で、7月10日までにお振り込みをいただいた方には、税込み送料込みですよ。税込み送料込みで、18,450 円とさせていただきたいと思います。で、それ以降については、大変申し訳ありませんが、19,800 円。送料込み税込み19,800 円が定価とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。で、それだけで終わらせるのは私じゃないので、さらに特典、7月10日までに買っていただいた方にはまず 18,450 円、だから1500円近く安くなるのにプラスですね、最近ウッズマンさんとのコラボ T シャツを買っていただいた方にはもうすでについてるんですが、以降男児の出す様々なグッズに使える500円クーポンをつけます。なので、まあ 18,450 円にも下がるし、さらに500円オフクーポンもつきますから、以降 T シャツとか、まあパーカーとかトレーナーとかいろいろ出ると思うんですけど、その時にも500円オフになっちゃう、ポイントもつけちゃおうということにさせていただこうと思っております。それは私が自分の本業である T シャツで頑張ります。まあその T シャツプリントの方で頑張らさせていただきますので、だからまあ現金はね、18,450 円。まあ7月10日までに買っていただける方はですけど、18,450 円はかかっちゃうんですが、とにかく送料込み、税込み、いや、こんだけの重いもの、送料結構かかるぜ。なのと、さらに、
500円クーポンもつけちゃうと。じゃあ、プラスステッカー、欲しいステッカー、欲しいステッカーっていうか、男児のステッカー持ってない方には、もう男児のステッカーもつけちゃう。だからその方はステッカーって言ってください。ダイレクトメールにステッカーも欲しいと、書いてください。そうしていただけたら、差し上げます。もうつけちゃいます。そんな感じでよろしくお願いします。で、念のために、申し上げますが、今回は先行予約販売でございますので、7月の10日までに現金前払い、私、会社をもう22年、自分の会社をやっておりますので、株式会社ネットアローが、これは責任を持って販売をさせていただきますので、ネットアロー宛てに、まあ、お振り込みをいただく形になります。18,450円。で、500円クーポンが、以降の男児のグッズに500円オフになっちゃうクーポンもついてきちゃう。送料込み、税込み18,450円なんですが、それ以降ね、19,800円の定価で買っていただく方からは、銀行振込前払いでも結構だし、男児では初めてなんですけど、ちょっと金額がお高いものですので、クレジットカード払いも導入させていただきます。で、クレジットカード払いについては、ネット上で決済というよりかは、佐川急便の e コレクトって言いまして、一般的に言う代引きってあるじゃないですか。商品が届いた時に、その商品、伝票に書いてある商品、だから今回であれば定価であれば19,800円分を、本来であれば佐川急便さんに現金で払えますよね。あれをクレジットカード決済できる e コレクトっていうのがあるので、それをお使いいただけるようにさせていただきます。ですから、18,450円で、まあ7月10日までに現金で買った方が当然安いんですけど、ちょっと一括だと買えないっていう方、クレジットカードがいいって方については、7月10日以降にご注文をいただいて、その際に、クレジットカード払いでって書いといていただければ、代引きのクレジットカード払いで、佐川急便の e コレクトで発送させていただきますので、現金じゃなくても買えるようにさせていただきます。そんな感じでよろしいですかね。まあ、ほら、19,800円って約2万円のものを現金でなかなか買えないでしょ。買えない方もいらっしゃるでしょ。なので、まあ今回、いや、実際にはカード手数料かかるんですよ。代引き手数料。だから、うちはあんまり得しないんですよ。それやっちゃうとね。けど、やります。だから、7月11日以降と言ったらいいのかな。7月11日以降の、で、もう e コレクトでいいという方については、届いた時に代引きのクレジットカード払いで、要は佐川急便さんのスタッフさんにクレジットカード渡すとピッてその目の前でやってくれるのね。で、電票ビーって出してくれるのね。それでも買えるようにさせていただきます。はい。全部カードの手数料とか、代引き手数料とかは、うち負担でやらせていただきます、ね。よろしくお願いします。以上でございます。はい。いつもご視聴ありがとうございます。男児の厚尾が目指すのは世界で一番元気になるキャンプ動画。男児